松尾大一は日本の実業家、e バンク銀行の創業者である、東京都杉並区出身。父は東京高速道路の設立メンバーである松尾健一。麻布中学校、高等学校、東京大学経済学部を経て、1971年日本長期信用銀行に入校。1973年8月から2年間通産省に出校。 1982年、支店長代理として、ロンドンに赴任。その後、証券師会社 LTCB インターナショナル、エクセクティブダークターに転じ、1987年、帰国。1994年、ハーバード大学ハーバードビジネススクール卒。本店公共業務部長、営業第五部長等歴任。日本長期信用銀行の国有化により、 1998年10月から自宅待機となる。これを機に、以後4ヶ月間パソコンとインターネットを勉強する。1999年2月、日本長期信用銀行を退職し、伊藤忠商事に転職。金融開発担当部長として、日本オンライン証券の設立に携わる。世界に先駆けて、携帯電話を使った、 小学決済に特化したネット銀行を設立すべく、伊藤忠商事を退社。和歌山武彦、河野高輝両氏と共に2000年1月に本電子決済企画を設立。同年4月に、大倉官僚で、元財務官の行店富夫や、日本長期信用銀行の先輩である社会、基盤研究所社長の平尾浩次らと、e バンク銀行設立構想記者説明会で、 ネット銀行、e バンクの設立を発表。2001年6月 e バンク銀行初代社長に就任。2008年9月、大株主等からの自己資本比率引上げ要請を受け、楽天グループより大型の資本を受け入れ、2009年3月末、銀行経営から退く。音楽好き、自動車好きで知られる。ちなみに、最初の車は東京大学合格時に、 両親から送られたフェアレディ SR311。2005年時点では a c コブラマーク4を所有していた。ジェット証券の土井博文は日本長期信用銀行での部下であった。楽天の三木谷博史とは1997年と比較的早い時期に出会っている。松尾が楽天市場に出店したいと考えて楽天を訪問した時に三木谷が直接相手をしたためである。 ありがとうございます。